ビクトリア・コモアは、ロシア・ボロネジ出身の体操競技選手。2012年ドンドンオリンピックの女子、体操競技団体総合と、個人総合の銀メダリスト。4歳から体操を始める。父のアレクサンドル・コモフは、体操選手であり、母のベラ・コレスニコアは1985年世界、体操競技選手権の団体総合や1986年の、 グッドウィル・ゲームズ個人総合で優勝している。また、兄が一人いる。2009年に、横浜で開催された国際ジュニア、体操競技選手権では2位の笹田夏美に3.7の大差をつけて優勝した。2010年シンガポールユース五輪では、個人総合、段違外兵行棒、長場の三種目で、金メダルを獲得。2011年世界体操競技選手権では、 個人総合でアメリカのジョーディーン・ウィーバーに敗れ銀メダルとなったが段違い平行棒で金メダルを獲得。初めての五輪となった2012年ロンドンオリンピックでは個人総合でガブリエル・ダグラスに団体総合でもアメリカに敗れ2つの銀メダルを獲得した。得意とする段違い平行棒ではオリジナル技のコモアを発表している。 2016年リオデジャネイロオリンピックには出場する意向であったものの、脊椎の持病を抱えたままトレーニングを続けることが難しくなったとして、直前の6月中旬に現役引退する意向を表明。ありがとうございます。